失礼します。やっと来たわね、白沢。お久しぶりです、お涼先輩。私がこの病院にいるの知ってて、今まで挨拶もなしなんて、いい度胸じゃない。指導医としてビシビシ鍛えてあげるから。覚悟しなさい。お手柔らかに。白沢、ちょっとそこに座りなさい。はい。何かまずかったですか？そんな顔しないの。私のこと怖い？そんなことは。まだ聴診器に慣れてないみたいだから、少し教えてあげようと思ったのよ。ありがとうございます。先輩。何驚いてるのよ。患者の胸を散々見てるでしょ。それはそうです。そのままだと仕事に差し支えるから、休憩終わる前に何とかしないとね。どれが当たりだったかはわからないが、亮は見事に解任。それでも紆余曲折あったものの、俺たちはめでたく結婚し、念願の小児科医院も開業することができた。ありがたいことにミオが俺たちについてきてくれたので、人手もなんとかなった。そろそろ始めましょうか。はい、亮先生。こら、タケル君、本当にもう誰に似たんだかね、タクヤ。何か意気のない男の相手をするのはかわいそうだなと思って。どういう意味でしょう？私の担当、日野様に種付けしてもらったら？今なら特別に優先して順番回してあげるけど。私は水原様の担当官です。せいぜい頑張んなさい。って、その過去。A few moments later。 嫌いですか？そんなことはないです。でも、たくさんの人が死んだり、眠ったままになってる中で、気分になれません。失礼いたしました。暇かなーって。どうしてここに？なんだか峰君やられ役みたいね。ちゃんと鍵はロックしておかないと不用心よ。よーし、じゃあ今から外に行きましょうか。絶対嫌ですよ、部屋から出るなんて。なーに、口答えはダメだからね。はい。なんで俺、綾野さんちの実家の畑の手伝いしてんの？なんだか不服そうね。そりゃクソ暑いし、服は汗でぐしょぐしょだし。ほら、これでスッキリするでしょ。ブラ忘れるなんて、私としたことがうっかりしちゃったわね。なんからしくないっていうか、胸元がその大胆だし。気づいてたんだね。やっぱりダメだったのかなって諦めてた。ダメって何が？今日誘ったのも、服のことも、これも全部峰君のせい。今すぐ結婚？エッチしたからってそんな。結婚すればここの新鮮野菜食べ放題よ。確かに美味しいですけど。でしょでしょ、だからすぐにうちに。いやいやいや、やっぱり早いですって。せめて卒業してから。言ったわね。これも風紀委員としての務めですから、恥ずかしいことを耳元でささやかないでください。
何をしてもいいと言われたが、さすがに昨日は度が過ぎてしまった。どんな見返りを要求されるか。見返りなんて必要ありませんよ。ん？クロエさん！ナルミ君は自分の世界に入ると何も見えなくなるんですから。昨日だった。違うんだ、あんなことするつもりはなかったんだ。全然説得力ありませんけど。何が目的だったんだ。口に吐き出してください。とりあえず情報収集だな。ヤッホー、勝野さん。お今さ、こんにちは。マリアと十五夜月見、どうしてここに。こいつは反ルナリアムの組織ステラクルスに所属する戦士、十五夜月見、またの名をシルバスター。こっちはシルバスターのサポート役で、十五夜月見の姉、十五夜マリアだ。珍しくお姉ちゃんが誘ってくれたんだよ。たまには息抜きも必要ですから。それじゃ先に行ってるぜ。感謝しているよ。え？俺が今までフルムーンたちのエンブレムを奪ってきたのもマリアの協力があってこそだからな。でしたら、そのご褒美を。わっほーい、アイス五段重ねにしてもらっちゃった。うん、おいしい。それにしてもお姉ちゃんと勝間さん遅いな。初体験は恋人と海に出かけて、そのままビーチで。だってなんでよ、相手さえ見つかれば私だって。相手か。勝間さん、こっち来て。おわっ、結構な距離を走らせるじゃねえか。私とエッチしてください。でもでも、こないだ偶然勝間さんとお姉ちゃんがエッチなことしてるの見ちゃって、私も興味出たというか。私だって普通の女の子だし。わかったよ、それじゃあ行くぞ。 A few moments later。 雑誌には美味しいって書いてあったのにな。はあ、おはよう、松川君。おはよう、桜町さん。美味しそうね。私もいただけるかしら。今は食事中なので後じゃダメですか。ダメよ、遅刻しちゃうでしょ。あの、もう少しですから。あ、Say, hold up, wait a minute, something ain't right。 あの桜町さん、委員会の打ち合わせどうしよう。見られてる。行くわ、打ち合わせに行くわ、君の家に。うん、唐突ではあったけど、女の子と会話することが数えるほどしかない僕は何の警戒もせず彼女を部屋に招いた。これを機に桜町さんと親しくなれたら、なんてことを思いながら。うわっ、ごめんね松川君、よく頑張ったわね。ってもう聞こえてないか。その日の晩、彼女は勢力の安定供給を求めてうちに住み着き始めた。ねえ松川さ、今朝見かけたんだけど仲いいの？桜町さんと。いや、彼女は読沢月の小学校からの同級生だ。ほら、実行委員会で一緒だし。ああ、そういえば。でも、なんでまた？別に大した意味は。あのさ、あんた土曜日。あ、ごめん、そろそろ行かなきゃ。また後で聞かせて。あ、なな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 な
桜町さんお手製の夕食後、その日のすべてを絞り取られる。ただの捕食なのかもしれないけど。準備、シャワー浴びて学校行くわよ。うん。雨、上がったわね。うん。お、松川、おはよう。と、桜町さん？あ、いや、さっき偶然会って委員会の話をね。家が近いみたいでさ。おはよう。おはようございます。なんとなく気まずくて。ホテルから出てきたところに出くわしたような、なんとも言えない背徳感があった。実際、僕たちは暇さえあればセックスしていた。体育の授業を仮病を使ってまで抜け出したのよ。早く。